ケンシです。西成センベロ動画じゃなくてケンシです。京都センベロ動画、今回は次2軒目なんですけども、いや京都ってお寺がすごいいっぱいあるじゃないですか。あのお寺っていうのは本当に今住んでるところは、まあ、あんまりなくてっていうか、まあ、あるんですけども、京都はもう本当に大きいお寺が多いっていうことで、まあ、目の前にあるのはお寺、ちょっと見てください。まあ、お寺、いやもう本当に京都っていう感じがね、あらゆるところにあるんですけども、大都会なんですよね。大都会の中でセンベロセットがさあ飲めるかっていう、まあ、実証動画ですよ。ヨドバシカメラもあるし、これなんかグランフロントの横にあるヨドバシカメラとあんまり変わらないような気がするっていうか、同じじゃないですか、この R の感じが。京都ひょうたんひょうたんひょうたんなんてやねん。まあ京都らしい格好ですね。すげえ、エビスバーってあるんだ。いや、マジっすか。いやめっちゃいいっすね。センベルセットないのないの。ビールだけで1000円ぐらいするんちゃん。ありましたね。いや本当に京都のあの街中のところでパッとね、この感じって大好きな、大好き、この感じ見てください。ひょうたんです。立ち飲みひょうたんいいですね。いや何を食べようかなっていうのはありますけども、あっこれいきますか。まだないですよ。生ビール一杯か、はい、酔い酒か。あ、ほな、これでお願いします。いきますか、はい、すいません。生もアサリでいいですか。そうですね、はい。クネセンとか、おー、名酒。あ、さっきのが立山、うん、あ、久保田もあるし。セット来ましたね。いや京都駅付近でこの繊維のクオリティなかなかないですかね。京都ですからね。豆腐からいただきます。豆腐味する、すき焼きの中に入ってる豆腐を食べてる感じ、うん、うん、結構程よい硬さ。あ、うまっ。ちょっとスープ、あ、うまいわ。普通に豆腐はね、醤油かけて食べる、まあ生姜をトッピングして食べるっていう方法もありますけど、味をしまして食べる豆腐、これはね、つまみの豆腐ですよね、うん、ポテトサラダ、うん、こう玉ねぎのシャキシャキ感がめっちゃうまい。いや、あのサラダって結構普通にありますけど、このシャキシャキ感最高っすよね。肉じゃが、いや肉じゃがって言ったらやっぱりこのじゃがいも、ビッグじゃがいも。タレがうまいっていうか、全部タレうまい。人参、ラスト、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。これお金トレイなんですけど、あの関東はだいたいこのお金トレイをお金を置いて、でそこでこう、まあ、キャッシュキャッシュ、もう毎回キャッシュするんですけど、まあ、今回ちょっとあのこういうねまかないセット注文したんで、まあ、こういうことなかったんですけど、いやこういうこともいいですよ。関西はあまりないと思いますけども。あ、すいません、あの会計でお願いします。1000円です。あ、1000円ちょうどですか。はい、
あ、そうね。いや、あの立ち読みひょうたん飲んできました。まかないセット1000円、本当にせんべろセットっていうかもう1000円ですよ。ここはねかなりおすすめですし、ヨドバシカメラからもうちょっと行ったらもうすぐなんでね、よろしければ京都でせんべろセットをお探しな方、ここひょうたん食べてみて飲んでみてはいかがでしょうか。まかないセット1000円ですよ。でここはねキャッシュオンなんで、あの、まあ、受け皿みたいなのがあってそこにお金を置いとくんですよ。関東はそうなんですけどね、うん、今回の記事もそうすればよかったみたいな感じです。京都せんべろセット今後ともアップしていきますので、チャンネル登録またこのチャンネル登録よろしくお願いします。ケンチでした。